頼みを聞いてくれてありがとう。調査隊のこと好きになったよ。これからも調査を頑張ってね。今までは嫌いだったんすか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回も動画外でちょっといろいろとサブ系を進めたので、それの報告に行きたいと思います。サブ。コロポーシーは完成したんやっけな。なんかいろいろと完成させたんやけど、どれやったか、いまいち。とりあえず、印つけたけど、村人の矢を、誰や、どこや。外？あれ何の印なんやろうな。村人の矢を。でもさ、室内とかにおっても、印って見えたよね。あれ気のせいかな。ちょ待って、一旦さ、一旦ちょっと見に行こう、この印。これか？村人の矢を。あ、この人か？ってことかな。どうすかね、完成したんかな。コロ帽子の図鑑完成したのね。早速見せてちょうだい。あ、よかった、完成しとった。へえ、触覚をぶつけてあの音色を奏でているのね。触覚を真似した楽器、製造体の鉄管さんなら作れるかな。触覚を真似した楽器、どんなんだ。あなたのおかげでひらめいた。お礼よ、ぜひ受け取ってちょうだい。サブ任務11、草原の音色達成。図鑑を完成してるために何匹も捕まえたり戦うんでしょ。すごい仕事だね。お疲れ様。いやいや、全然。はい、そして、あとは、サブ任務。チェリムも多分完成したはず。咲いて閉じて。これは一体どこかしら。とりあえず、一旦村に戻って、戻ります。一旦村に戻って、あ、これかな？咲いて閉じて。ですね。よし、行こう。報告、報告。何のって言った？チェリムか。あのさ、三つ葉のポケモンのやつもさ、君もじゃなかった？多分これも完成したはず。コイキング図鑑できた？教えて、教えて。そっか、ムックルじゃなくてコイキングやったよね、子供は。いっぱい分かった。私、コイキング博士。かわいい。私も教えてあげる。サザンカちゃんに聞いたの。誰？あのコイキングね、サザンカちゃんが作ったんだって。でもね、本当はギャラドスが良かったんだって。ギャラドス強くてかっこよくてお空飛ぶって。コイキングはギャラドスになるって。調査隊さん、ギャラドスもいっぱい調べてね。サブ任務39、もっと教えてコイキング。ま、なんか何読んだかよくわからんかったけど。うん、なるほどね。ギャラドスってさ、なんか空飛び寄るやつもおった？基本的には、水の中泳ぎ寄ったような気がするんやけど。あ、あそこか。畑ですね。おー、危ねえ。全然違うとこ行きよった。はい、どうぞ。どうしてチェルムの姿が変わったか気になって仕事の手がつかん。図鑑が完成したら見せてくれ。あれ、チェリム私完成させてなかったっけ。マジか、完成してねえじゃねえか。全然完成してねえじゃねえか。なるほどね。じゃあ、あとは苦い葉っぱを探して。これさ、いまいちよくわからんないけど、でも草ポケモンいっぱい捕まえた。どうかな、いけるかな。苦い葉っぱを探して。まあ、とりあえず当てはまるポケモンが捕まえれとったら、ね。当てはまる、あっちか。当てはまるポケモンが捕まえれとったら、進むでしょう。ってことやけん、とりあえず、話しに行ってみよう。そっか、チェリムダメやったんか。まだ、あれかな。足りてないんかな、引数が。チェリム、チェリム。これ54順よね。あ、チェリム。研究レベル8やわ、まだ。まだまだやった。家の中かな？チェリムがね、落ちてくる木がなかなかなくって。どうすかね。三つ葉のポケモン連れてきてくれたのかい？
どれが当てはまるのか全然わかんねえ。全部選べるようになっとるやないか。でもロゼリア三つ葉じゃないよね。どうなんやろ。とりあえずこれですか。この子じゃないね。グレーの湿地にいる三つ葉のポケモンを連れてきてくれ。グレーの湿地で草タイプのポケモンを捕まえたんやけど、どれがグレーの湿地で捕まえたやつか忘れた。ミノムッチでもない。ラルトス、この子じゃない。三つ葉のポケモン、チュリーネ。あれ、渡せる。このポケモン本当に渡しますか。はい、ほんとや、頭三つ葉やん。ほんとや。あれ、2枚じゃなかったこの子。気のせい。立派な三つ葉だ。この子で間違いないよ。ご苦労さん。歯をちょいとだけ分けてもらおうかね。調査隊の君、材料探しの調子はどう？え、ポケモン？ああ、見ちまったか。シノ、薬の材料はこの子から分けてもらってるんだよ。ポケモンが材料？私、ポケモンが本当に怖いの。もう薬は作らない。あら、まったくあんたって怖。未知は怖い。無知はもっと怖いってね。銀河団が調査隊を立ててポケモンを知ろうとするのは何のためか考えてごらん。そうかもしれないけど、いきなりは。確かに君だって頑張っているけど。どこが怖いの？可愛いやん。わかりました。私も頑張ってみます。まあでも世の中には、私の友達もそうなんやけど、猫が怖いって人もおるけんね。一概に自分が可愛いと思うけん、可愛いってわけじゃないんか。まずはこのポケモンを知ることから始めます。まあだってあれよね、世の中ヘビ飼っとる人とかもおるもんね。私無理やもん、ヘビとか全然。チリー。トカゲとかも無理やし。サブニーム29、苦い葉っぱを探して。解決したんすか。あ、なんか奥に一緒におるやん。苦くない漢方薬のお店を持つのが夢なの。漢方薬イコール苦いイメージしかないけど。かわいい。戦ってくれるポケモンのため、薬はたくさん持っていきな。人がポケモンに挑むのは土台無理な話だからね。特にさ、なんていうん？親分？キャプテン？親分やっけ？なんか巨大なポケモン。無理なんやってあれ。何の話しようんやろ。まだまだ若い者には負けん。だがキングの相手はお前さんに任せよ。人の数だけ悩みや問題がある。あんたもみんなの話を聞いてみな。あとは？サーブ。チェリムがダメやって、ともしびもまだ集めきれてないよね、全然。美しい花にはロゼリアできたんじゃないかな。どうかな。どこだ？これもまた外か。村の外っぽいね。ロゼリアは多分、大丈夫なはず。多分。ロゼリアいっぱいやっつけた気がするもん。やっつけたり捕まえたりいろいろとね。捕まえるだけでレベルが上がるけんさ、レベル上げるためにめっちゃ捕まえとるポケモンとかもおるけど。ここか。ドータくんめちゃくちゃ発生しとるよ。でも結構なんかああいう大量に発生した時って、あ、この人かな。色違いのポケモンも出やすいみたいやけんさ。あら、もうルズリーの調査が終わったのね。早速読ませてちょうだい。あ、終わっとった、よかった。あらあら、儚げなロゼリアに毒があるですって？信じられないわ。だって両手にバラはあるやんね。でもロゼリアについてとっても詳しくなれたわ。私を満足させてくれたお礼に受け取って。サブニーム30、美しい花には。もうタイトルからしてやな。あ、おらんくなった。んで、あとは、2枚の尾びれを持つポケモン。2枚の尾びれを持つポケモンってどれなんやろ。それもわからんけど、もしかしてあれかな、チュリネの時と同じパターンな感じですか？これはどこだ？村の中っぽいね。村の中か、他の場所かわからんけど。一旦村に戻って、
いや、魚系のポケモンもさ、結構捕まえとるけん、その中におるんじゃないかなと思うんやけど、2枚の尾びれ、どういうやつ？今のところ魚系って、コイキングと、鉄砲魚と、尾びれが2枚あるポケモン捕まえた？わかりやすくしてくれよ、ドジョッチは。このポケモンも素敵だけど、私が見たポケモンじゃないわ。ドジョッチではない。あと魚。ゴロ帽子めっちゃおるんやけど。魚おらんな。魚。鉄砲を。でもない。マンタインとかも違う。ケイコウを。あ、これ？お、あ、ほんとや、蝶々みたいになっとる。今初めて知ったんやけど。なんて愛らしい羽ばたき。ひらめく2枚の尾びれ。こんな感じになっとったよね、蛍光王って。頼みを聞いてくれてありがとう。調査隊のこと好きになったよ。これからも調査を頑張ってね。今までは嫌いだったんすか。サブ任務50、2枚の尾びれを持つポケモン、達成。さあ、そして、まだあるかな。オクタンはね、なんか一応何やっけ、どこか忘れたけど、一匹だけおったんやけど、目が赤いポケモンやったんよね、オクタン。あれ、目が赤いやつも捕まえれるん？ま、私最初の方に挑んでボロ負けしてからさ、一切赤い目のポケモンに挑んでないけんさ、怖くて。ゴーリキーはどうだ？感染したか？私。ゴーリキーにもね、何回も、挑んだ記憶はあるんやけど、完成したかどうかはちょっと覚えてないんだな。めちゃくちゃゴーリキー狩りしよったな、覚えとる。ゴーリキー狩り、恐ろしい。群青の海岸。お、ハリーセンが大量発生になっとる、今度。めちゃくちゃ頻繁に変わるね、大量発生するポケモン。これじゃなくて。はい。行こう。あ、でさ、何気にいっぱい見かけとったのに、捕まえてなかった、エイパムも捕まえたんよね。待って、赤い目のポケモン。恐ろしいわ。めっちゃ遠回りしていくやつ。どこだ？あれか、なんか、これ。ちょっとなんか高くなった場所におる人。あ、で、その辺でゴーリキー狩りしたんよ。めっちゃ近いところで。どうも。まずはゴーリキーを知りたい。完成した図鑑を見せてくれ。完成してなかった。で、ゴーリキーあとどれぐらい？まだ結構かかりそうかな。でも結構倒したんやけどな。ゴーリキー。うわ、でも、7や、まだ。まだまだやな、結構。あとは？あとは、さらに新商品を仕入れて、あ、ゴリゴリミレラもね、回収した。天眼の 36？ 新しく行けるようになった。あそこになんか結構落ちとった。レベル上げでうろちょろしよったら。ゴースも完成したんかな？覚えてね。さあ、村に戻りますか。ゴース完成してなかった気がするな。はい、村に戻ります。これはあれやろ、雑貨屋さん。あれ、雑貨屋さんに声かけるんじゃないんか。あれ違う、あ、違う、私があれか、ピン立ててないんか。この人よね。ゴリゴリミネラルを見つて名義にタオファさんと話をつけてきてくれ。あ、私が直接話つけに行かんといかんのか。間違えた。タオファさんどこ？やっぱりちょっと。あれ？ピンつけとる。どこですか？タオファさん。あ、なるほど。この建物の中か。なんかめちゃくちゃいっぱいいるけども。あ、この下かな？多分。下。
普段下にマークがついてることとかないもんね。あ、ここかな。あ、この人や絶対。はい。おお、島キングを沈めたアユナか。また大祭の小僧に頼まれてきたんだろう。そうなんすよ。なんでわしがここまで意固地になってるか気になるって顔だな。だが話はゴリゴリミネラルを3つ受け取ってから聞こう。どうぞ。さすがだ、もう取ってきたか。製造体に勧誘したい腕前よ。さてゴリゴリミネラルを3つ分けてくれるか。どうぞ。アイナはゴリゴリミネラルを3個渡した。天眼の山麓といえばゴリゴリミネラル。ただの岩と思っちゃいかん。透き通ったミネラルはポケモンを引き寄せる餌の材料にもなる。金槌で砕いてからすり鉢でゴリゴリすりつぶす。粉状になってから他の素材と合わせ固め直すとポケモン取っちゃ噛み心地のいい硬さになるみたいだな。アイナの顔に免じて大祭の店に新商品を卸しておこう。そうそう、大祭との因縁ついてじゃったな。大祭、あいつはわしの宝物を盗んだのじゃ。絶対許すことはできん。何？どういうこと？盗み？最悪やん。もしかして盗んで売っ払われたとかそういう犯罪やん。これもしかしてまた迷子になったとかじゃないでしょうね。怖いよー。迷子になってそうな気がする。ほら、なんか困り果てた顔してるよ。おお、君はミオの先輩、アイナくんじゃないか。とうとう黒曜の原野でも帰ってこなくなったんだ。近場で慣れているはずなのに。ミオの身に何かあったに違いない。ガチグマと君の力を借りたいんだ。ミオはアイオンの手拭いの匂い手がかりに探し出してくれ。ガチグマは匂いを覚えた。黒曜の原野にいるはずなんだ。ミオを見つけてくれ。サブ任務77、迷子の警備隊原野へ。これ多分、すべての場所であるんやろうね。はぁ、あ。はい。お客さんのおかげで新商品を入荷したよ。どうかしたか？何か盗んだの？なるほど。宝物とは言えて妙だが、込み入った話でね。気にしないでくれ。でもお客さんにはいつか話す時が来るだろうね。じゃあ今話せよ。何はともあれ、いい品が入ったよ。ぜひ買っていってくれ。サブ任務61、さらに新商品を仕入れたい、達成。どんな感じで増えた？とりあえずボールが増えるのがありがたいよね。ヘビーボール、メガトンボール。何？さらに？どんだけ？フェザーボール。これは別にポケモンの重さとかいうわけではないんか。ウィングボール。空高く飛ぶポケモンの捕獲。なんか似たような感じやけど、さらにパワーアップしてるってこと？そんなんあるんやね。そして、あと、これはまだやったような気がするんよなぁ。キルリアも捕まえて、てかキルリアまだ見かけたことないよな。ラルトスを進化させた方が早いんかな。これは？ここか。あ、この人？お化け克服のため、ゴースについて調べがついたら教えてくれ。お化け嫌いの息子のためにな。じゃあ、まだこれは、できてないと。よし。ちょいと私は、メインストーリーを進めていこうと思うよ。ポイントが溜まったんよ、やっと。いろいろとね、図鑑を完成させるために捕まえていきよったら、やっと埋まったんすよ。埋まったじゃないわ。やっとポイントが溜まったんすよ。確認する。図鑑タスクはこなしているか。確認する。図鑑を見せたまえ。どうぞ。どうすかね。承認する。ランクアップの手続きだ。団員ランクアップ。やったね。5つ星になったよ。嬉しい。やっと半分。君の銀河団団員としてのランクは5つ星に上がった。アイノは新しくウィングボールが使えるようになった。ボールも使えんかった今まで。レベル65までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。やったね。ちょっとさ、レベル上げ中にエレブをさ、手持ちに入れとったんやけど、多分52、3ぐらいやったんよ。全然言うこと聞いてくれんくて、外しとんよね、今。
調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。あざす。アイナはウィングボールのレシピを手に入れた。では次なるランクを目指し、ポケモン図鑑完成に勤しめ。純白の糖度を調査できるのは君だけと言っても過言ではない。命令数、任務を完遂しろ。寒そうだな、純白の糖度。眠れる雪原キング向かいますか。とりあえずこのままの格好で大丈夫？死んでしまわん私。なんかまた新しい商品仕入れたがっとるな、あの人。とりあえず受けとこうね。お、許さん許さん。あ、直接来た。あ、もう完全に嫌われたのでは。あ、お客さん、こりゃ失礼した。新商品を下ろしてほしいと頼んだけど、僕じゃダメみたいだ。毎度すまないが、お客さんからタオファさんに話を通してくれないか。砂浜大根を3つほど渡せば聞いてくれると思う。頼んだよ。砂浜大根とか聞いたことない。また新しいとこかな。サブニム71、もっと新商品を仕入れたい。無理じゃね。あ、博士たちがあそこに勢揃いしているわ。